前次郎ででございます。す。さ今日のテーマはこちらですコロナ差別を改めて振り返るということですけどもさあ私今回ヨーロッパツアー行って、まあ、イギリスに着いた時にですねいきなりね街中へ出て行くると「えー、コロナバイオス」なんて言われてマスクをしてると言われたんですねこの時にあここは日本じゃないんだとイギリスなんだということ分かりましたね海外に行くとですね 我々はエイジアンになるんですね。日本人ってことじゃなくて、東アジア、まあエイジアンですね。これまた面白い言い方ですよね。こうエイジアンっていうくり方う。これ日本だけいてるとね、その言われ方はよくわからないんですけどもう、確かにそうですね。日本にいてるとね、例えばまあそれこそ韓国、中国っていうのは別やと。あとタイも別やとか色になるんですけどこれ日本国内とじゃあ大阪、東京になるんですよね、次。 俺大阪や、お前ら東京や、関東、関西みたいなね。じゃあ関西の方行くと、俺大阪、お前兵庫とかね、お前京都とかになるんです。で、僕なんか兵庫県行くと兵庫行ったらね、俺姫路、お前神戸みたいなです。じゃあ姫路行くとどうなるかっていうと、お前どこ中やみたいになるんです。<laughs> これどん,どん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 俺とお前は違う違う違うってこう違いを相手のことを差をつけて、やっぱり下に見てしまうというね。それがまあ差別につながるんですけども。 僕が一番差別を感じたのが空港近くの B&B ってとこあるんですねベッドブレックファストうーちょうどコロナがイギリスにこう蔓延しだした頃ですねその頃に僕はもうチケットを変えてもう日本に帰る予定ともう変更してねそこ泊まったんですけどもそこの B&B のオーナーのご夫婦ですね老夫婦が僕はまあブレックファストを食べにね、えー、その家のキッチンみたいなとこパッと行ったらもうすっごいこんなことやってね そそもうあのコロナ持ち込まないでね、チャイニーズでしょ、みたいなこと言われたんですね。うん、いろんなとこ触らないでね、って言っても、もうね、あの強烈な言われ方は、いや、もう、アゼンとしましたね。うー、んまあ、その時、どちらかというと、もうイギリスのが危ないんですね。 いろんなとこ触らないでねとか言ってるんですけど言ってる方イギリスの方が今どんどんコロナが増えてきてね危ないんですけどもああもうなんかすごいショックで本当はちょっと皮肉のね一発や二つねちょっとバンと返してもいいんですけどまあそんな勇気もなくですねいろんなとこ触らないでねなんて言うんならいろんな人止めないでね空港近くでしょって言ってそんなことも。 皮肉とし言いたかったんですけどもうんそういうことも言えずにですねえっとイギリスのここのですね B&B なんですけども泊まったんですけどすごいですよあの空港近くのえー、朝食の時にもうまずパッと入っていったらもうま,まずここお客さん誰もいないんですね僕だけパッと入っていったら、うん、口こんなをいながら、うんうん「うん」って言って「あの中国は」 コロナ大変ね「あんまりいろんなとこ触らないでね」とかって言って「自分で取って」とかいろいろ言われたんですねまあ悪気ないんでしょうけどね、まあ、ある種ソフト差別ですね <laughs> すごい悪気のないソフト差別って聞くんですよねであのねまあ OK なんて言ってまあ予防してはんねやなと思ったんですけどもっと言ったら「 そんな差別食らうこんな国もう今日出ますと <laughs> これ言っときゃよかったなと思ってまあ差差別別ですよねコロナ差別僕なんかねあのお笑いとかやってるとそういう差別は絶対ダメっていう,こうルールがしっかりあるんで僕が言ってたようなお笑いのところではそういうこと言われないので本当にびっくりしたんです。 なんか差別博物館に来たと思わないとなんか怒りと悲しみをどこに持っていっていいかあとそうなってくるとどうなるかっていうともう表でんとことか人と触れ合わんとことかなってくるんですねそんなことも思われるやろうなってもう傷つきたくないなと思ってあ、うん、怒りがまだある時はまだいいんですけど怒りもなくなってしまうっていうあそういうことになるんだと思ってうん。 じゃあその差別に関すすするる人種的なことでででねね海外でもややっぱこうやるんです、ね、例えば日本人と中国人と韓国人の違いみたいなことをやるんですけどもさあここでポイントは何かというと差別のネタなんですけども実はこの差別のネタはまあ日本にあまりねそういう,もう議題さえ持ってきただけでもうちょっと駄目ですみたいな僕もよく言われるんです「どんなネタするんですか?」って言って日本でネタやるときね。 差別に関するやめ,やめてください,いや,めやめてくださいもう誤解生みますからって言って確かにそうなんですね見る側のリテラシーまあ、言ったら読み解く力がないとうパッとだけ言ったらあれこれなんか差別してるんじゃないかなっていうことを思われるんですけどこれって簡単です差別する側を笑うってことなんですねだから僕の日本人と中国人と韓国人の違いもこのいうのが入ってくるんです They speed on the street a l t h e y walk What did I do? China is such a big country. But they go somewhere, they'll make a trail speed in the back hall. <laughs> like an speed Omni House. <laughs> wow, there are a lot of racists here tonight. <laughs> 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 これで、ああ、であらら、ローとブレイシストヒアトナイト。今日はもうすっごい差別主義者いるねって言って、ドーンと笑ってるじゃないですか。で、一応こう、中国人と韓国人と日本人の違いを言っといて、みんな笑った後、あ人種差別主義者やな。ここまでなんですね。うんそ。それで笑ってるお前らが一番差別やでっていうことを、まあ、突っ込んでみんなが笑いとるっていうことなんですけども。 だからこれもやっぱりお笑い見に来てる方がちゃんとそこは分かった上で「人種差別はダメですよ」と「差別はダメや」っていうことをもとにあえて言ってるんだっていうことでちゃんとそこは分かって笑うっていうことなんですね。だからこういうネタっていうのはある種人をねあの選ぶというかそういうことになってくるんですけどもほら昔日本はですね、うん「ジャップなんて言われたんですよジャパニーズのことをね。 侮辱するような言葉で。それがなくなったかなと思ったら次あの、エコノミックアニマルっていうね、動物に例えてね、もう仕事する動物みたいな。こんなもんもう嫌じゃないですか。で、例えばこういう時にどういうネタを言うかっていうと、もうごっつい嫌や,やと、そんな差別すんなと。最近でどんなこと言われてるかっていうと、チャイニーズって言われてるからね。多分これね。れお前が差別しとるやないかってことじゃないですか。わかった上で、ちゃんとそんなことはしませんよと。 人差別ししませんよっっってててて言言とだからそこにはもう見に来たお客さんは「あそ分かって言ってあるんだろうな」っていうことなんですけども分からない人がしたら「お前差別じゃないかお前もそれが差別や」みたいなことを言われたりするので <coughs> や,っや,っやっぱりこれも皆さんが分かってからの方がまあ,あいいんですけどもね。さあこのコロナウイルスですね。この呼び名を武漢ウイルス っていう方もいるじゃないですか。あと、トランプなんかチ、チャイナウイルスとかね。あんなことね。言ったりするんですよね。で、WHO とかではもう差別があるからそういうことで、で呼び名をなくしましょうってことで、COVID-19 とかって言ってね、コロナとバイオリスとね、あとそれからディジーズですね。COVID-19、ねえー、とかっていう言い方を正式にまあしてるみたいですけども、でもメイドインチャイナって言われたりね。あとパンダ病。 あと、武漢ウイルスですよ。だから日本でもね、武漢ウイルスなんていう方いるじゃないですか。あれも、まあ、中国のもやって言って、まあ、それで日本ではまあ受けていいんですけども、それも世界に住んでる日本の方のことも考えると、そういうこと言う,うことで、日本の方々が世界で差別されるんやと思ったら、ちょっと胸痛いですよね。ああいうの許せないです。だから、本当にああいう言葉はちゃんと言わんとダメです。 武漢ゲノミクス研究所隠蔽ウイルスって言ってね。あ、これ見てある方、もしよかったらこうチャンネル登録お願いいたします。